奈良市東部の大柳生町、野州山口神社。大柳生にも秋祭りの季節がやってきました。これは伊勢、そりゃ。大柳生秋祭り、おみこし編の始まり、始まり。前日の宵宮の10月14日、町の有志たちの手によって、みこしの組み立てを行いました。みこしは大きくて重いので、ロープの縛りはほどけないよう入念に行います。子供4人がみこしに乗り、太鼓を叩きながら町を練り歩きます。4年ぶりのお祭りとあって、組み立てには少々手間取りながら、それでも和気あいあい、ああでもないこうでもないと言いながら、みこしはどんどん組み上がっていきます。10月15日、祭り本番。午前11時、みこしの出陣式です。4年ぶりのお祭りということで、皆さん集っておられるのは本当に嬉しく思います。私もかつての太鼓祭りも含めてこの大柳生には再三寄せていただきましたけど、姿を見る、これが神様が最も楽しみにされることだと聞いてますので、今日は一日、皆さんも気をつけて、そして、楽しんでいただければと思います。県会議員の中川隆と申します。観光協会の黒田さんのお友達でございます。大柳生のこちらの来るの実は初めてでございまして、皆さんが大事にしているこういったお祭り、ぜひとも見てみたいなと思いまして来させてもらいました。今日は団員とかそれからいろいろな地域から来ていただいている皆さんいるんですけれども、みんなで仲良く楽しんで、一つのチームでこうみこしを練っていけたらなというふうに思っています。さあいざ出陣です。練り歩き出発地点までトラックに乗せて移動します。前日雨模様だったのが嘘みたいにスカッと晴れて、祭り日和、みこし日和となりました。これから始まるみこしにワクワクドキドキです。いよいよ練り歩きが始まりました。まずは今年の当屋さんのお家でみこしを練ります。だんだんと気持ちが乗ってきました。みこしが上下に動いたりするので太鼓を叩く子どもたちも大変。当屋さんの敷地を何度も行ったり来たり、練りに練ります。すごかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。練りが終わり、小休止。みんなの気持ちはもうノリノリ。当屋さんのお宅を後にし、みこしを再びトラックに乗せ、次の練り地点の多聞神社まで移動します。危ない、足気をつけてくださいね。多聞神社へは緩い坂道をみこしを担いで登っていくので結構大変です。みこしが多聞神社に到着しました。みんな息が上がっているはずですが、ものともせずみこしを練ります。
楽しいですね。楽しかったですか？楽しかったですか？いかがですか？楽しかった。まだこれからまだあるんやで。山口神社。そう、頑張ってね。はい、来年は助けに来てください。手伝いに来てください。Join us。ね、いっぱい来てもらったら。ね、難しい。難しい。Yes. 素晴らしい。お疲れ様です。お疲れ様です。いかがでしょうか？そうですね、最高ですよ。はい、祭り日和の秋晴れの中、みんなみこし担ぎを楽しんでいます。本日のメインイベント、野州山口神社の大階段、みこしを境内まで担ぎ上げます。境内では盛大にみこしの練りを行います。みこしの奉納が終わり、拝殿にて祭典が行われます。全員で記念写真をパチリ。町内に設けられたお旅所まで全員が練り歩くお渡りのため、みこしを再び担ぎ下ろします。これは担ぎ上げよりも危険で大変です。みんなで呼吸を合わせ、ゆっくりゆっくりと下ろします。階段を下り終わったところの90度のカーブ、危ない危ない。しかしこれが祭りの醍醐味でもあるんですよね。なんとかみこしを下ろすことができました。これからお旅所までの約 1.5 キロをみこしを担いで練り歩きます。みんな大丈夫かな？なんとか無事に練り歩きが終わりました。ようやった、ようやった。ほぼ担いできたね。すごい。C'était une super bonne expérience. On a appris beaucoup de choses et c'est super bien de découvrir un festival traditionnel et local à Nara. Donc je ne connaissais pas du tout l'endroit, donc c'était un plaisir de participer et merci beaucoup pour l'invitation. Moi je me suis éclaté, les gens sont super sympas. On a beaucoup marché, on a beaucoup porté, mais ça se sent pas trop parce qu'on a bien vu aussi. Donc merci beaucoup, c'était super.なんとなく、なんとなくありがとうございました。セフタノナ。コロナで中止となっていたお祭り、4年ぶりの開催とあって町中が大変盛り上がりました。おみこしは子ども4人を乗せて町中を練り歩くのですが、年々みこしの担ぎ手が少なくなり、存亡の危機に立たされています。今後もみこしを担いでいくためには手助けが必要です。来年のお祭りぜひ参加しませんか？お祭りの後みんなで打ち上げ、涙が出るほど感動しますよ。それではまた。 See you again!